ベレンティー施設保護区の風景ベレンティー施設保護区はマダガスカル南東部の半砂漠有志林地域に存在する正面積の自然保護区である。ベレンティー保護区とも呼ばれる。ベレンティーとはマダガスカル語で BE レンティーの意味であるとの説がある。年間降水量500ミリメートル程度の半砂漠地域にもかかわらず、 保護区の北には一年を通して水の枯れないマンジャレ川が流れており、その川に沿ってタマリンドなどが優先する川辺林が広がる。マンジャレ川から南へと離れるに従い、川辺林からカンボクリンへと乾燥した環境に変化していく。もっとも南端には有志林と呼ばれる世界でもマダガスカル南部にしか存在しない森林が存在する。30年以上前に 霊長類学者のアリソン・ジョリーにより、ベレンティ施設保護区での研究がスタートして以来、京都大学やアンタナナリボ大学、その他、欧米の大学の学生や研究者によって、キツネザル類のフィールドワーク調査が続けられている。また、キツネザル類だけでなく、マダガスカルに固有のフクロウ類や自覚光類などといった鳥類も人気で、これらを見るために、多くの観光客が保護区を訪れている。 ベレンティ保護区の森林への入り口保護区内には、宿泊施設やレストラン、小規模な博物館、動物観察のためのトレイルなどが整備されている。マダガスカル南東部の港町、トラニャロから来るまでにの3時間ほど西に行ったところに、ある。保護区に入るためには、トラニャロにあるホテルドーファンで車や宿泊の手配を行う必要がある。ありがとうございます。